縁起が良いとされる、一藤二鷹さん、那須初夢とは、新年のある夜に見る夢。この夢の内容で、一年の吉凶を占う風習がある。時儀通りに新年最初に見る夢とされることは少なく、現代では、元日から1月2日の夜、または1月2日から1月3日の夜に見る夢とされることが多い。文献での初夢の書質は、鎌倉時代の 三ヶ州春にある。すなわち、年暮れぬ春キベシとは、思い眠まさしく見えてから不発夢。ここでは、暦上の新年とは、無関係に、節分から立春の夜に見る夢を初夢としている。この時代は、初夢に限らず、立春を新年の始まりと考えることが多かった。その後、暦上の元日を新年の始まりと考えるようになったが、 単純に、大晦日から元日の夜に見る夢が必ずしも初夢とはならず、江戸時代には大晦日から元日、元日から二日、二日から三日の三つの説が現れた。元日から二日は、大晦日から元日にかけての夜は眠らない風習ができたことが理由とされる。二日から三日の由来は、はっきりしないが、書き染めや、初秋内など多くの新年の行事が二日に、 行われるようになったのに影響されたためとも言われる。江戸時代後期には2日から3日が主流となったが、明治の改歴後は元日から2日とする人が多くなった。室町時代頃から良い夢を見るには、七福神の乗っている宝船の絵に、中清の塔の眠りの南さめ波乗り船の音の良きかなという怪文の歌を書いたものを、 枕の下に入れて眠ると良いとされている。これでも、悪い夢を見たときは、翌朝、宝船の絵を川に流して、縁起直しをする。初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざに、一富士に高三ナスがある。江戸時代に、最も古い富士港組織の一つがあった、駒込富士神社の周辺に、高城屋敷。その他にこの三つの組み合わせは、京家、家筒と、俗語現象。 教科、派人集、非友人、公病師、露生無根その前日、旧誇り随筆、旧将欄、孔子屋は、理言集欄などの文献資料に記載されており、江戸時代初期にはすでにあり、それぞれの起源は次のような小説がある。4以降4以降については、地域、文献などからいくつか存在しており、それについても小説ある。七ちょんまげ、八ばら、旧歌舞伎という説があるが、 後付けという説が有力である。ありがとうございます。